中国語の部屋。中国語の部屋とはジョン・サールが考案した思考実験です。これはチューリングテストの発展で、これにより意識の問題を考えます。まずは部屋の中に人を閉じ込めます。この中の人はアルファベットしか分かりません。この中に漢字の並びが書かれた紙切れを入れます。中の人は新たに文字を加えて返します。加える内容は全て中にある指示書に書かれています。結果、部屋の外の人は中の人が中国語を理解していると考えます。しかし中の人は指示書通りに書いただけで中国語を理解していません。すなわち言語の意味が分からなくても会話が成り立ちます。したがって機能主義は偽であると言えます。